皆さんこんにちは、こんにちは。今日も簡単に SCP について紹介します。さて今日の SCP は、SCP-47JP、最高の音楽のために、オブジェクトクラスセーフ。ちなみに画像はなかったので近いものを載せています。ふむふむ、見聞きしたら死ぬんかね、ふふ。今から説明していくから焦りなさんな。SCP-47JP はラベルに黒いペンで最高の音楽のためにと書かれた CDR で、24分58秒の無題の MP3 データが記録されているんだよ。最近 CD なんてあまり買わなくなったような気がするな。便利な世の中になってきているからねー。この SCP に記録されている MP3 データをコピーや編集することは不可能であるということが判明。音声の早送りと巻き戻しもできないんだよ。SCP って怖いよな。何を今さら。さて特徴はだね。データには、一人の男性が複数の観客に向かって音楽に関するスピーチを行っている様子が録音。スピーチの内容は再生ごとに変化するけど、大筋では一貫してるんだ。ふむふむ。すべての聴取実験で、再生時、いずれかの時点で、スピーチを行っている男がだんだんと近づいてくる足音が聞こえてくると被験者たちより報告。うわぁ、ホラーだな。その時点でヘッドホンを外すか、再生を停止しなかった場合。しなかった場合。被験者は衣服ごとその場から消失。やばいな。やばいよね。再生機器の運用を最低にしても、この消失は必ず発生。研究員たちはハイスピードカメラなどで消失の瞬間を捉えようと試みたけど、すべては失敗に終わってるんだ。ちなみに SCP-47JP を音声の出力をせずに再生し、D クラスの被験者に、24分30秒よりヘッドホンにて聴取させたところ、消失はなかったようだよ。あくまで聞いたらダメなやつっぽいな。皆さんも音楽を聴いていて足音が聞こえたら気をつけましょう。実際音楽の中に歌とは違うのが入っていることもあるらしいからな。では今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。聖カタリナ国会教会へようこそ。神は7度悔い改める者を、7度お許しになります。ここで償いをなさい。さすれば、神は、次回。SCP-660JP 拷問協会調査ログ編。次回もお楽しみに。